ということでね、今回はあのキャンピングカーのサイドスカートのね、割れの仕入れをやっていこうっていうことでね、今の割れてるんですよ。やば。でね、今ね、亀裂入ってたんで、ちょっともう広げてね、低くして、こっから上ね、FRP 貼ってくんで、その準備をやっとる。FRP なんだけど、まあ外してやろうと思ったんだけどさ、これ大変じゃん、ちょっとね、無理っすよ。はい、だからね、あの部分補修でね、やっていきます。はい、お願いします。はい、したら FRP を貼っていくんですけども、使うのは普通のガラスマットじゃなくて、最初はこの強いガラスマット、これをね、一番最初の土台として貼っていきます。で、使うのはよくあるね、 FRP の樹脂。じゃあ貼っていきます。やる前にね、脱脂は必ずやってください。キャンピングカーって FRP なんだね。まあそうだよね。だからね、 FRP をね、本当は裏から貼りたいんだけど、今回ちょっとね、それができないんで、表から貼っちゃうんで、結構それがね大変だから、ちょっと厚ぼったくなっちゃうかもね。あ、でも仕方ないね。ちなみに僕 FRP は苦手です。うん、かね、あんまり やんないね。まあそうですよ、ね、うん、ないすよ。できなくはないけど、そんなにやらんの。もうそんな FRP っていう時代でも、そうだね、今もね、 PP のエアロとかも ねほぼほぼ主流になってきてるから、こういうことってあんまりやんなくなってきたかもね。まあ、こんな感じでね、一番ダメージあるところをまずこのごっついね、クロスで貼ってあげてから、一般的なよく見るガラスマットをフォワフォワしてるやつでやっていく、はいはいはい、で必ずこうエアーをね、必ず抜いてあげましょう。はい、じゃあね、次これ、まあ、ちょっと中途半端なやつだったからこれ使うんだけど、これをね、ほぐしてサイズに合わせて貼っていくっていうのを、だいたい2回から3回繰り返します。結構これ熱いんだよね。はい、強度を保つようにこんな感じでやっていきます。よいしょ、ベタッと。こんな感じで、とりあえず土台は張ったので、固まったら結構削り落として、そこからもう一回 FRP を使っていくんですけど、ちょっと秘密兵器出しちゃいます。とりあえずざっと粗研ぎで、でまだちょっとやはんなきゃなんない部分あるんだけど、ちょっとここでね、秘密兵器使っていきます。まあこれ FRP の樹脂、まだ硬化剤は入れてないんだけど、これに今これチョキチョキで FRP のマットを細かく切ってるんです。プラス、はい、この
謎の入れ物があるんですけど、中を覗いたら白い粉があります。あの白い粉じゃありません。これはね、あのタルクって言って粉パテなんですよ、はい、要はこれにガラスマット入れるんだけど、結局これシャバシャバすんじゃん、はいはいはい、だから成形がしづらい。でもパテで言ってもパテは結局割れちゃいそうな感じなきっかけを作ってしまうんですよね。だからそれをこの粉パテに入れることによってちょっとドロドロした FRP の樹脂を作れるっていうね。だからこいつをちょっと入れてあげる、こんな感じで。おちょっと、そしたらこんな感じになる。して中に FRP のさっきの細かくちぎったやつがちょっと入ってます。あの足したんだよね。でそれをこのパテベラで持っていく、だから成形がしやすいよ。で硬化剤入れます。混ぜます。つけやすいし軽くもあるから強度も出ると。硬化時間とかって同じ同じ、あ同じですか、うん、じゃあちょっと急ぎ目で。そうそうそう、もう硬化剤入ってるんです。だから最後に硬化剤入れたのさ、はいはい、混ぜてる間に固まっちゃうでしょ。そうならないように。あんまりね使う時はないんだけど、よくアーチ上げとかすんじゃん、はいはいはい、ああいう時とかにねこれ使うとねタイヤハウスに強度が出てねいいよ。こんな感じで、まあ、ざっとねまたがっつり研ぐんだけど、大雑把にね、成形はパテでやっちゃうから、土台はね、こうちょっと多めに持ってあげる、がっつり研ぐ。パテ薄く決まりそうでしょ。いいですね。疲れた。ただね、ちょっと見て。もうこの工場ね、その2メーター60センチ以上の車はちょっと入んなくなっちゃってですね。ということでね、あのこの続きはちょっと秘密の場所でやっていこうと思います。はい。よろしくお願いします。
紐をくれて決まりましたね。いや暗くなる前に終わらせたかったからね。これで今日終わりですね。じゃあそうだね、うちでの作業はここで終わり。あれでもサフェーサーは塗りますよ。やばマジか。外でいきやすせまあまあ風強いですかね。まあまあ風強い。皆さん、やめたほうがいい。やめたほうがいい。やめたほうがいい。俺だからできる技だから。本当にやめたほうがいい。でもね、何時間ぐらいだ ?3 時間かかってないよね。そうですね。まあ、2時間半ぐらいかな。はい、FRP やってから、パテやって、サフェーサーまで。あとは塗装だね。いや、疲れたなぁ。寝るわ。結構いい感じよ。ほら。いやー、しかしでかいっすね。ルーフじゃなくてよかった。結構キャンピングカーだな。ルーフとかのね、修理も結構あるんだよね。まあそんな感じで、次は塗装です。おはようございます。すいません。よろしくお願いします。久々の工場長。ここなんすよね。塗装だけでいいんだもん。塗装だけで。申し訳ないけど、よろしくお願いします。ちょっとねでかくて入んなかったんだよね。あ、これよかったら飲んでください。ああ、どうも。頑張ってるね朝早くから。懐かしい車止まってんじゃん、あそこに。シルビア。懐かしい。思い出のある一台ですね。これ今が最強ね。いやいや、これからでしょ。じゃあそんな感じでよろしくお願いします。バッチリです。あ、いいっすね。わー綺麗。わーさすが。マジあざっす、本当に。よかった。色味も大丈夫でしょ。うん、大丈夫大丈夫。いや本当ありがとうございます。したらね、これはあと帰って納車の準備していこうと思います。お願いします。出す。ここがね、そうたっくり割れてましたよね、こんな感じで。うん、で今回裏から貼れなかったんで、まあ、表から、まあ、ちょっと厚ぼったくは少しなってしまうんですけども、まあ、極力ねその代わりパテをかなり薄くつける方法でちょっと今回やってみたんで、皆さんもぜひね、FRP 修理する際はガラスマットを細かく刻んだものに対して粉パテ、タルク入れたものを用意すれば結構比較的簡単に修正はしやすいかなと思いますので、まあ、ちょっと今回はキャンピングカーの修理でございました。チャンネル登録とグッドボタンお願いします。それではね、キャンピングカーが好きな人はねこれからハイシーズンになるんで楽しんでください。お、なんかいますね。開け方が分かんない。じゃあそんな感じでさよなら。なんでホットにしてんの。茹で上がるわ。あっ、パキスタン、パキスタン。あ、茹で整います。
ましたあ、とっても飲めましたあ、これがあれだね、水気のないサウナだね。あー、喉乾くわー。なーなら熱い熱、なんでヒーターマックスよ。今日30度だべや。ローリューローリュー。だってこの窓ガラスとかもうなんか肉焼けそうだね、これ。北海道もね、もう暑くなってきましたね。いいですね。やっと北海道の夏はね、短いんでね。今月だけっすね。今月だけ、まあそんな感じで暑さに負けず頑張っていこうと思います。